なぜこう受かりやすい場所で出させてあげないのかなというふうにちょっと思ったところもあります。あの大和代表のコメントはいかがでしょうか。あ、逆に受かりやすい場所があるのと教えてください。たまたまのオウンゴールで今回数が一方は減り一方が増えるってことになってるけど、こんなこと何回、こんなラッキーは何回も起こらない。やっぱり遠回りのように見えて、これはやっぱり強い野党を強く作っていくという信念のもとに、やっぱり政権交代をこの先目指していくってことをやらなきゃいけないっていう話ですね。お疲れ様でございます。フリーの小山と申します。今回の衆院選へのこう人の出し方というかですね、ちょっと見ていて気になったんですけれども、辻村さんですとか今までの選挙3回とも違う地域で出されていて、しかも立憲の枝野さんにぶつけていらっしゃったりですとか、串渕さんは野党共闘の候補で割と有利な形で設定されたのかなとも思うんですけれども、その他秘書で、職を持っていらっしゃる岡田さん、吉戸さんなどの名前も候補者に加わっていまして、こう戦いとしてはこう美しさをこう追求する部分とか、それから比例票を考えた部分とかっていうのもあるとは思うんですけど、若干無謀な設定かなというような印象を受けたんですが、なぜこう受かりやすい場所で出させてあげないのかなというふうにちょっと思ったところもあります。大和代表のコメントはいかがでしょうか。あ、逆に受かりやすい場所があるんだと教えてください。あ、すいません。3回とも違う場所でこう出されるっていうことは有権者と結びつきにくいと思うんですよね。で、それよりも、山本さんとしては、勝負の、ショーアップされたというような、もしくは、令和支持者のモチベーションを上げるというような、そういうところにこう焦点を当てられているのかなと思ったんですが、ちょっと無語いかなとも思ったんですけれども、この2つの点について何かご説明お願いできますか。2つっていうのがよくわかんないな。ごめんなさいね。辻村さんは最初全国で出ましたよね。参議院の全国の比例で。で、その次に、次は、ごめんなさい。2021年か。2021年にチャレンジをしてくれたと。で、その時にも比例ですよ。で、選挙区が初めてです。で、無合意かどうかっていうのは、それは、多分、見る方によって違うかもしれませんけど、私たちの考え方としては何かというと、先ほどから言ってる通り、自民党が一番悪いのは当然だってことです。一方で、野党第一党というところに、やっぱこれ政権交代する気がなかったりとか、それだけじゃなくて、当然これは、自民党とほとんど変わんないじゃないか、とか、逆に言ったら、そのまま、なんだろうな、重要人物としてその党の中に居続ける限りは、その党自体がやっぱり変われないだろうなっていう。やっぱり野党第一党っていうのはものすごく重要な存在ですから、それを考えたときに、自民党と変わらないような、やっぱり政策っていう部分を掲げてる。で、何よりもそれを主導してきたっていうことに対しては、やっぱりそこは、なんだろうな、牽制しなき、しに行かなきゃダメだっていうのは当然のことだと思うんです。日本の30年をダメにしたのは自民党だけじゃないです。自民党もダメにしたのは確かだけど、さっき言いました、消費税を上げてしまったこと、景気が悪い時にそんな上げ方するバカな国家はないってこと、それだけじゃない、日本の主権が奪われると言われるような TPP、もう十分に自由化された貿易に対してさらなるメガ協定的なものを、これを広げようとした、その道筋を作った、そして原発の再稼働、海外に売るっていうことに関しても、原発事故から下の根も乾かないうちにそういうことを進めるというようなこともあった。他にも先ほど言ったような海外に対する武器輸出、様々なものですね。で、立憲になって変わったのかって言ったら違いますよ。この2年で起こったこと何かって言ったら、国内の軍事産業に対するこれ拡大していくっていうことと、そして海外への輸出っていう部分であったりとかっていうのは、全部これ、彼ら賛成してるわけでしょ、前向きなわけでしょ、だとしたら変わんないじゃないかよ、自民党とってことです。何が言いたいかってことだけれども、野党だからっていうことでの幻想なんてないってことなんですよ。しかも、2021年の
衆議院選挙の時には何が起こったかってことですけど、消費税 5% ということで、私たちは4割候補者を下げました。野党共闘するってことで、消費税 5% になるんだったらってことで、それをその後間違いだったということを言い出した上に、消費税減税なんか やってしまったら、ハイパーインフレになってしまうってこともおっしゃった。政治家として一番重要なこと何かって言ったら、経済理解できてるかどうかなんですよ。そう考えたときに当然野田さんであったりとか、例えば枝野さんであったりとか、で、与野党の対峙っていうことを考えたときに、そこでしっかりと戦っていくってことを決めずに、さっさと、握りを作っちゃうような人たちっていうところにはやっぱり立てていかなきゃダメなんですよ。もちろん強い人たちですよ。強い人たちだからといってそこを諦めるわけにはいかない。そういう話になって、どうだろうかっていうことをやっぱり候補者と話し合ったときに本人は受けてくれると。やりがいがあることじゃないかと。強制的に立てられる人なんていませんね、そんな人は。何よりも今しなきゃいけないことは何かって言ったら、強い野党を作っていかなきゃダメなんですよ。強い野党を作るために政治と金でオウンゴールで、なんとなく議席が増えたみたいな。それって実力じゃないですよね、はっきり言えば。国民からしっかりと託されているっていう状態ではないってことですよ。こっちダメやからこっちか、ぐらいのもんですよ。そうではなくて、あ、彼らならこの失われた30年をしっかりと立て直してくれる。それが野党だ。国会の中でしっかりととんでもない法案取ってるっていうような状況でも、これをしっかりと止めようとしてる。体張ってる。何が何でも国民を守ろうとしてるっていうようなものがなければ、誰に託していいかわかりませんよ。たまたまのオウンゴールで、今回数が一方は減り、一方が増えるってことになってるけど、こんなこと何回、こんなラッキーは何回も起こらない。やっぱり、遠回りのように見えて、これはやっぱり強い野党を強く作っていくという信念のもとに、やっぱり政権交代をこの先目指していくってことをやらなきゃいけないっていう話ですね。一方で比例の候補にうちの職員が立ってたっていうことですけれども、まあもちろんそういうこともあります。だって政権交代時とか、様々な場面においても人が足らない場合にはそういうふうにやってましたからね、各党。ご存知かどうかわからないけれども、そういうことやってました。はい。なので、あと、なんだろうな。いや、この人に立ってほしいっていう人に立ってもらえれば一番いいんだけど、それが出せないときには、やっぱり、万が一にも議員になるっていうことがあったとしても、これは十分に、すぐに即戦力として使えるだけの、スキルを持ってる。という人を選んだに過ぎない。それだけです。以上です。すみません。TBS ラジオの楠葉と申します。先週も荻上チキセッションでありがとうございました。で、ちょっと体調悪い中申し訳ないんですが、一言でいいんですが、この後荻上チキ夜お話しできることを楽しみにしていたかと思うので、一言何かありますでしょうか。この場で聞くことは申し訳ないんですけれども。とんでもないです。リスナーとしてもファンなので。ありがとうございます。で、プラス、やっぱり、私が政治家として、そして、なんだろう、インタビュアーとして、チキさんに質問されるときは、多分一番緊張します。それぐらい鋭い刃物のような方なので、だから常に、インタビューする相手に対して、緊張感を持たせることができるというような、方の番組に出れるっていうのはありがたいことだし、ごめんなさい、こんな形で今日は難しいですけれども、また改めてぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。その約束をしていただけたということで、それが欲しかったんですか？伝えます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、皆さんもすいませんでした。時事通信の三谷です。よろしくお願いします。今回の衆院選でですね、代表かねてよりその目標、獲得議席の目標について倍増以上というようなことをおっしゃってたかと思います。で、今一部のその報道で、開票速報の段階ですけども、6議席という数が出ているんですが、こちらについてもその冒頭と同じくですね、受け止めは今の時点ではコメントできないという理解でいいんでしょうか。確定じゃないですもんね。ぬか喜びしてっていうのも嫌だし。で、まあ、倍増以上っていう、まあ、倍増にはなったんだけど、倍では足りないです。衆議院って一番ヤクザな場所ですから。で、小さな芽は早いうちに摘んどけと、結構ひどい、なんだろうな、運用が様々なされるんですよ。少数政党に対しては。発言時間もほとんど与えられないし、発言してる時もやじで潰し。まあ、それぐらい緊張感のあるというか、それぐらい、ある意味で、はしたない場所ですから、
そういったところには大人数でやっぱり議席を確保して、その中でしっかりとした発言時間を担保するっていうのはやっぱり必要なことではありますね。3が6になるってことでできることは増えますけれども、6のままじゃ皆さんの扱い変わりませんよね、おそらくね。どうですか、何かしらいろいろゴールポストを動かすじゃないですか。例えばだけども、議運の、理事に席が出せてるかどうかでなんか紙面の扱いが変わったりとかしません？いつも国民とか共産の後ないですもんね。まあ、それを考えたとしたらやっぱり議席は必要なんだってことだと思います。すいませんね、体調悪いとね、何かねこう辛口になっちゃってね、申し訳ない本当に。なんだ、例えばですけれど、6っていう数字では予算委員会では席は持たせてもらえるだろうというふうに思います。当然ね、5か6で多分予算委員会の、席は確定するとは思うんですけど、ほぼでもやっぱりその予算委員会の中でも一番最低の質問時間になってしまうってことですね。で、その一番下の質問時間とその上の質問時間というのは倍違うんですよ、ほとんど。これ大きくないですか。だから衆議院6では足りないな、そう思うところです。さらにこの議席が積み上がるといいのにな、そんなところです。